こら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 、どうして絨毯に興味を持つ、絨毯に興味を持つんじゃない、なんでなんでそれに興味持つかな、お前は。ほらクリスマスツリー綺麗だね、ほらクリスマスツリー、うん綺麗だね。違うのクリスマスツリーとか興味ないの？うん、あ、そっちよ、そっち。うん、クリスマスツリー、綺麗だね。はい、最近私が見ている、他の方が上げている猫動画のチャンネルなんですけども、そのチャンネルの中で、地域猫ちゃんのために、コンテナボックスを改造して、猫が寒くないように、猫用のお家を作っているっていう動画があったんですね。私たちが住んでいる場所、青森なんですけども、この地域だと、冬場室内でも結構寒いんですね。まあ、地域猫ではないんですけども、まあ、家の中でも暖かい寝床を作ってあげようかなと思いまして、そちらの動画を真似をさせていただきまして、コンテナボックスでちょっとお家を作ろうかなと思ったんですよ。そして、はい、こちらのコンテナ、買ってきたんですけども、まあ、結構大きいなと思って売り場で見て購入してきたんですけども、いざ家に持ち帰ってみると、猫が入るにはちょっと高さが足りないんですね。なのでこちらのコンテナ使うのを断念しました。で、そちらの方の動画で第2弾が上がってたんですね。で、その第2弾では発泡スチロールで作ってたんですよ。で、よく考えたらうちの子発泡スチロール大好きなんですね。まあ中で固まって寝てるとあったかいんでしょうね。今もこうやって発泡スチロールの中で寝てます。ただ問題なのが発泡スチロールバリバリ引っかいて家の中こうなっちゃうんですよ。なんか雪蓋みたいになってますけども、なのでこの発泡スチロールのクズが出るというところをちょっと改善しながら発泡スチロールで猫のお家を作ってみたいと思います。はい、こちらの発泡スチロール用意しました。こちら夏場にお歳暮でもらったものが入っていったんですけども、その空いた発泡スチロールです。で、ちょっと放置してたら、まあ案の定、爪研ぎされちゃいまして、角こんな感じです。まあその他は中も含めてそんなに傷んでないので、こちらを使って、猫のお家を作ってみたいと思います。私が参考にさせていただいた YouTube チャンネルの、個人で猫かつおばちゃんゆうっていうチャンネルの中の動画では、地域猫ちゃんのためのお部屋なので、まあ、防寒を重視して作られてたみたいで、こちら発泡スチロール自体が結構断熱に優れていると思うんですけども、さらに梱包で使われるようなパッキンですか？プチプチするやつですね。あれを内側に貼っていたんですけども、私は飼い猫用の室内で使うための、猫のお部屋ですので、そこまでの防寒性能っていうものにはちょっと重点を置いていません。むしろこの発泡スチロールが壊れないように、まあ、爪をかけられづらいような加工をしていこうと思います。そして使用するのはこちらですね、リメイクシート。こちらのリメイクシート、ダイソーさんから発売されているもので、いろんなカラーバリエーションあるんですけども、一つ110円、税込み110円になってます。まあ、ちょっと2サイズ買ってきましたけども、まあ、合わせてみたらこの丈の短い方で良さそうですね。こちらが、長さ80センチ×高さ30センチのものですね。こちらを使っていきたいと思います。こちらのシート大変優れもので、このまま貼れるタイプなんですね。なので特に接着剤とかテープとかを使用せず、このまま貼っていけるようなので、発泡スチロールに対してどれだけの粘着力があるのかちょっと心配なところではありますけども、これそのまま使っていきたいと思います。はい、まずはこちらの発泡スチロールに、出入り口になるような穴を開けたいと思います。穴を開けるにあたってあんまり大きすぎてもね、外気が入り込んで寒くなっちゃいますので、まあ、猫結構割と小さい穴でもすり抜けて入っていけますので、まあ見た目ちょっと感覚的に小さめの穴を入り口として開けていこうかなと思ってます。はい、こちら普段私が撮影に使っている LED ライトですね。こちらにカメラセットできます。
この LED ライトの外径、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思いまして、こちらで型取りしていきます。こんな感じですかね。端っこにした方がいいのかな。ちょっとずらして端っこで型取ります。はい、こんな感じで、まあ、綺麗な円になったんじゃないですかね。はい、あとはこの線に沿って、切り出していきます。まずは切れ味のいい、デザインナイフで軽く当たりをつけていきましょうか。発泡スチロールの厚みがおそらく2センチぐらいあると思われますので、2センチ下から開けてこの辺から切り出していきましょうかね。はい、ちょっと一周当たりつけましたので、さらに深く、切り込んでいきます。はい、こんな感じですけども、はい、あ、これ結構デザインナイフだけでいけちゃいそうですね。見えますかね、内側貫通して形出てきてますね。これちょっと内側からもう少し切り出していきます。はい、ほぼ貫通してますね。あとはこの発泡スチロールの底辺の高さに沿って外側にカッター入れていきます。カッターだとちょっとボロボロになっちゃいますね。こちらもデザインナイフで、はい、デザインナイフで内側から貫通させた部分、こちらが底辺の高さになりますね。なのでこの発泡スチロールの底辺の厚さに沿ってナイフを入れていきます。これでおそらく、貫通してると思います。くり抜けるかな。はい、抜けました。結構綺麗に抜けましたね。はい、ちょっとこのバリが出ちゃった部分少し、綺麗にしていきましょうか。こちらも最終的には先ほどのリメイクシートで覆ってしまうんで、多少この状態で汚さが残っても、まあ、大丈夫だとは思うんですけども、まあ、凹凸が出ない程度には少しバリを落としていきます。下の厚さはもう少しでしたね。ちょっとこれ削っていきます。はい、これでそこの高さも、まあ、ちょうどいいんじゃないですかね。はい、出入り口の穴はこれでいいと思うんですけども、猫ちゃんがちゃんと出入りできるか確認してみましょうか。はい、おもちゃで釣ってみましょう。よいしょ、中から入るかな。ちょっとホタルちゃん、あなたの影で見えなかったよ、これ。入れますね。ちゃんと出入りできるみたいです。広さも小さい子なら3匹ぐらい入れるんじゃないですかね。あなたも行く。うん、青ちゃん行ってみようか。あ、ちょ、入ってみ。入る？あ、大丈夫そうだね。あ、入れそうです。
穴の大きさはこれで問題ないと思います。はい、それではこの発泡スチロールの内側に、先ほどご紹介したリメイクシートを貼っていきたいと思います。こちらの方が丈が45センチ、そして長さが90センチになるようです。こちらですと真ん中から2分の1にすると丈ちょうどよくなるみたいですね。はい、それでは、こちらのリメイクシートの高さを半分にしていきたいと思います。メモリーついてますけども、これもう折っていっちゃいましょう。はい、まあ、2つ半分でここですね。これで半分になります。そうするとここですね、このラインが半分のラインになりますので、ここから半分にしていきたいと思います。はい、このラインをハサミで切ってきます。本当は定規当ててね、カッターで引くように切った方が正確に切れるんですけども、はい、これで半分に切れました。はい、これでどうでしょうかね、内側の高さにちょうど良くなってますでしょうか。まあ大体ちょうどいいですね。この発泡スチロールの底辺の角の部分ですね、ちょっと R がかかってますので、この辺ちょっと底辺に少し巻き込むような感じで貼っていきましょうか。内側はある程度空拭きですけども、ほこりを払うような感じで、接着面がちゃんとつくようにほこりを払ってきます。はい、この角からいきましょうか。はい、シールを剥がします。ちゃんとくっつくかな。よいしょ。あ、結構粘着力強いですね。これ貼り直し難しそうなので一発で決めたいと思います。よいしょ。お、これ難しいぞ。巻いてった方がいいのかな、余ってる部分は。よいしょ。はい、変なとこにくっつかないようにちょっとずつ台紙を剥がしながら貼っていきたいと思います。あ、ちょっとずれたな、これは難しいぞ。はい、これずれますね、結構難しいですこれ貼るの。なので予定変更ですね。もうずれるものは、ずれるものとしてもここで一回カットしましょう。はい、わかりますかね。わかりますね、これ全然ずれてますね。もうこのずれはいいので壁一面ずつ貼っていきましょう。なのでどうしましょうかね、これもう剥がしてしまって上部に合わせて貼った方がいいのかな。この上の部分だけ台紙剥がしてみました。この上のラインに合わせて貼っていきたいと思います。とはいえそれも結構難易度高いですね。まずは上部を決めてしまいましょう。はい、そして、そちら側に向かって、ピントを貼っていった方が綺麗に貼れるのかな？どうなのかな？はい、シートが巻かれていたこの段ボールをスクレーバー代わりで、こちらで空気抜きながら、あ、綺麗に貼れそうです。この湾曲した部分は手で、指で貼っていきましょう。やはりこれ壁一面ずつ貼った方が良さそうですね。
なので壁一面分を切り出します。はい、そしてもう台紙は剥がしてしまいます。先ほどより小さくなったんでね、貼りやすくなってるはずなんですけども、さあどうでしょう、ここかな、シワが寄っちゃうぞ。うん、まあ悪くないんじゃないですかね。はい、これで、三方向の壁紙貼り終えました。あとは入り口があるこちらですね。はい、こちらももう短くなってるんで、台紙全部剥がしていっちゃいましょうか。内側に巻き込んだ状態で、この上部を貼り合わせます。ピンと貼った状態で、はい、これでもうここに基本の1、2目しちゃいます。はい、これで4方向貼り終えました。ですが、せっかく開けた入り口塞がっちゃいましたんで、これを、えい、もうアバウトでいいです。こんな感じで放射線状に切れ目を入れていきます。はい、これを外側に巻いていきます。はい、こんな感じですかね。はい、これで入り口も復活しました。あとはまあこれ見た目が良くないんでね、先ほど使用しなかったこちらレンガ調のやつ、こちらを全面に貼っていきましょうかね。はい、こちらはこんな感じで側面の外側の壁にもうべったり貼っていきます。また出入り口塞がっちゃいますけども、これはまた後で内側から開けますんで、はい、内側からこのラインに沿って1センチぐらい間を開けて切りましょうか。よいしょ、フリーハンドです。こちらを下に貼り付けておきます。後で見えなくなる。はい、そしてこちらをまた放射線状に切り込んでいきます。はい、そしてこれを先ほどと同じように、巻き込んでいきます。そしてシールなんでそのまま貼っちゃいます。はい、そして外枠は完成しましたけども、こちらもダイソーさんですね、ダイソーさんの、チェアパッド、まあちっちゃいクッションみたいなもんですかね。ちょっと毛足が長いやつなんで、猫ちゃんも中入ったら気持ちいいかなと思ってこちら買ってみました。中今こんな感じになってるので、ちょっとサイズ合わないんですけども、まあ床に敷いていきます。もうちょっとね長めのやつがあればよかったんですけども、まあこんな感じで絨毯のように敷いていきます。で、端っこ余りますね。端っこ、これ発泡スチロールむき出しです。とりあえずこのリメイクシートが巻き付けられてあった段ボール、こちらでちょっと目隠ししていきます。入り口側にちょっと段ボール敷いて、玄関っぽい感じで狭いですけどね、これ後で合うサイズのやつがあったら探していきたいと思います。はい、そしてこちらもダイソーさんより購入してきました。インテリアウォールライトっていうやつですね。はい、吊り下げ式のライトの形をしております。
まあ、平べったいんですけどもね、これは壁に貼っていきたいと思います。ちょっと点灯してみましょうか。あ、つきますね。結構明るいです。猫には必要ないのかもしれませんけども。はい、そしてもう一つ、クリスマスなんでね、こういったものもちょっと飾ってみましょうかね。デコレーションライトですね。こちらもダイソーさんで110円で売ってます。はい、そしてもう一つおまけでこちらですね、まあ、クリスマスといえばブーツですよね。ただ中に入っているもの、ちょっとチョコレートのお菓子も入ってますんで、猫にチョコレートはちょっと危険ですので、お菓子はすべて取り出します。はい、このお菓子は後で私が食べます。こちらのブーツにお菓子の代わりに、はい、チュールですね。チュールの味各種、こちらを入れていきます。はい、猫ちゃんにはこれいいクリスマスプレゼントになるんじゃないでしょうか。はい、これで我が家のキャットハウスクリスマスバージョン完成です。はい、それでは早速室内を見てみましょう。はい、まず入り口ですね。ここをくぐると、はい、こういう木目調の室内になっております。はい、明かりもついてクリスマスツリーもありますね。そして先ほど用意した猫ちゃん用の、プレゼント、クリスマスブーツも置いてあります。はい、それでは早速こちらのキャットハウス、うちの猫ちゃんに内見してもらいましょう。はい、内見してくれるのは、こちらのホタルちゃんですけども、もう入るの。おいおいおい、何をしておる、どこ行った。あ、入ってくれましたね。こら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 、どうして絨毯に興味を持つ。絨毯に興味を持つんじゃない。あ、これ想定外です。絨毯貼り付けておかないとまずいです。こら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 、めくらない、めくらないの、ほら、めくらない、むしらない、こら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 。なんでそれに興味持つかな、お前は。ほら、クリスマスツリー綺麗だね、ほら、クリスマスツリー、うん、綺麗だね。違うの。ああ、この絨毯はダメですね。毛足が長くて気持ちいいかなと思ったんですけども、遊んじゃいます。ほらほら、お尻見せないの。これこれねえ、クリスマスツリー見ようよ。綺麗だよ。ねえ、クリスマスツリーとか興味ないの？うん、あ、そっちよ、そっち。うん、クリスマスツリー、綺麗だね。どうですか？気に入った？絨毯かじるからあんた。うん。口の中に絨毯入ってんでしょ。ペじゃなくてあんた。あ、でもなんか気に入ってくれたみたいですね。うん、ちゃんとこのまま中に住みそうですね。眠い。え、寝るの？そのまま。え、居心地いい？もしかして。はい、なんかキャットハウス気に入ってくれたみたいです。作った方としてはね、もうちょっとこのクリスマスの気分味わってほしかったんですけども、このキャットハウス自体はなかなか気に入ってるみたいなんで、まあこれでよしとしましょうか。やっぱり猫の世界にクリスマスの概念はないみたいですね。まあ人間のお祭りですからね、仕方ないですかね。なんかあんたこうして見てると暖炉にくべられた木みたいだよね。ライトがなんか暖炉の中で燃えてる火みたいだよ。はい、というわけで今回はキャットハウスを作ってみました。まあ室内猫用のキャットハウスなので、まあ、結構入り口もちょっと大きめで、こんな感じでもいいのかなと思って、まあ、これで完成としました。まあ、とりあえず気に入って入ってくれたんでね、まあ、この通り、まあ、落ち着いてくつろいでるみたいなんで、まあこれでよしとしましょうか。
それでは本日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。はい、ホタルちゃん、気持ちよくくつろいでるとこ悪いけどさ、他の子も入りたいんだって。ねえ、ちょっと入れてあげて。うん。あなたあくまでどけないね、そこ。ちょっと中はもう、まっぱいですね。室内が見えない。どうなってるんだ、これ。なかなかいい感じでくつろいでますね。あ、これ、今回は、成功かな？うん、出る？あら、ヒノキちゃんも出る。ホタルちゃん、一回入ったらもう一向に出ませんね。あんた今日このままここで寝なさい。じゃあ、ホタルちゃん、おやすみ。